はい、さて、新型コロナウイルスになって、ほぼ2年となるところなんですが、先生はよくあのお話の中で、コロナ格差というのを使われますけれども、これはどういったことでしょうか、先生、よろしくお願いしますそうですね、まああの、私が作った造語で、ですね、えー、私自身が、えーまあ、なんていうんでしょうか、自慢してるの。 まあそのうちの一つなんですが、えー、もう一つはですね、資本の意思という、えー、お金の意思ですね、資本の意思という言葉を作りまして、まあ、目に見えない資本の意思がいろいろとこの経済を動かしているんだという、まあ、そういう考え方なんですが、まあ、資本の意思、えー、それから今回のですね、コロナ格差と。 いう言葉これも作ったんですがコロナ格差の意味するところはですね、えー、まあ、うんまあ、どういう税金かといいますと人頭税といってですね、えー、一人一人のお頭つまり人間の人数によってですねそれぞれの人にですね等しく課税するという。 まあ日本で言えば消費税ですね消費税というのは所得の高い人も低い人もですねまんべんなく何、えー、か物を買えばですね10%を払うということですねこれももう人間の頭数に対して税金をかけるのと同じ、えー、種類の税金なわけですねでコロナがなぜ人頭税かと言いますとこのまあ 国によっては、ですね、えー、豊かな国もあれば、あー豊かでない <laughs> 貧困の国もあると、まあ、人間と同じようにです、ね、でいろいろ所得格差があるように、ですね、えー、世界中の国には、まあ、いろいろな国があるわけです。えー、ところが、ですね、えー、どこの国にもまんべんなくです、ねえー、このコロナというもの、感染が広まる。 そしてこれを防止するためにはお金がかかるわけですねですからお金のある国とない国というところでですね大きな差ができてくるわけですねお金の,このあるところはいち早くですね対策が打てるワクチンもまあそのうちの一つですがところがお金のない国はですねやらなきゃいけないことが分かっていてもなかなかそれができないと。 いうことでですね、えー、まあ、犠牲者も大きくなるしお金がある方はまあ、犠牲者は少なくなるということでこれが大きな格差ができてくるわけですねまあ、消費税と同じでですね消費税というのは、えー、所得の低い人高い人全部等しく うーこの税金課税されるわけですからあ貧しい人はますます貧しくないですねお金持ちの人はですね別に10%ぐらい気にもしてないというまあこういう状況これを強制するのが消費税なんですよだから消費税はこの格差を拡大する最たるものなんですね そういう面をあまり説明しないで、えー、いろいろ福祉のために使うとかあとかこうとか言って消費税を安倍内閣で2回ぐらい2回ですかね、えー、増税しましたけども、まあ、それはそれとしてですねコロナあ格差というのは消費税と同じように、えー万,まあ、万人にですね世界のあらゆる国 そしてあらゆる民族あらゆる国民にですね等しくその、まあ、襲ってくるっていうんでしょうか等しくこの被害をですね及ぼすわけですねでそのためにですねただ,ただでさえ世界中いろいろその格差があるところへ持ってきてですねこの… コロナがこの襲いかかってきたためにですね格差がどんどん広がるということになるんですねそこで、まあ、まあ面白い話っていうと怒られますが世の中には陰謀論というのがありましてねこのコロナっていうのは誰かがですね意図的に作ってばらまいたんだなんていうですねことを誠しやかに言う方もいますし。 えー、中にはです、ね、ノーベル賞までいただいたリッ、まあ、立派という言葉はどうかと思いますが、ノーベル賞をいただいたような、えー、学者の方まで,です、ねえー、中にはです、ね、私の学者生命をかけても申し上げますが、コロナはあれは人口だと、人が作ったものだと、まあ、これを主張してやまない人がいるんですが。 一、まあ、人二人じゃありませんねたくさんいらっしゃってそれなりのですね、えー、医学的科学的なですね、えー、分析をされて、えー、だからこれは人間が作ったものなんだとコウモリだかなんだか武漢の,そのなんか生鮮食品市場でどうのこうのっていうのは作り話だなんていうです、ねえー、ことを言う人もいるわけですね。まあ、それはですねし、えー、しまして <laughs> 今、こういうふうにですねコロナの問題、それから地球温暖化の問題、それからさらにはですね米中冷戦が今、始まっているわけですね。でこれ全てです、ね、すべて国家の負担が増えて増えて、しょうがないんですよ、コロナと地球温暖化だけでもいい加減ですね課税されていると同じでお金がかかるにもかかわらず、ですね今度は冷戦となりましたから。 今度はまた桁違いの軍拡をしなきゃいけない中国も今、軍拡してますしアメリカもですね、軍事予算を増やしてきてますね日本もこれからアメリカから相当多くの兵器を買わなきゃいけないということでですね、軍拡でますますそのお金を使うようになる。 でたださえ財政が破綻状態だと潜在的破綻国家だとアメリカも日本もヨーロッパもですねみんな放っておけば財政が破綻する状態にあるというところにですねまたコロナ、地球環境そして東西冷戦とこういうふうになるとですね、えー、もうますます追い込まれていくますます追い込まれていくとどうなるかとてお金借りなきゃしょうがないでしょ で日本は日銀からお金を借り、日銀はナスダックに上場しているわけですから、政府の機関じゃありませんからね、えー、からお金を借りる、アメリカは FRB から借りる、FRB もです、ね、株式会社ですが、合衆国は一株の株を持ってないと、赤の他人ですね、えーそ、それからますますですね、中央銀行に負い目ができる、どんどんか借りなければならなくなる。 つまり債権者がますます強くなって債務者、国家が弱くなるという、これが今続いているわけですね。そういうところからですね、えー、これは誰かが意図的にこういう事態を起こしているんではないかというような説が出てくるわけなんですよ。そしてこの中央銀行というのは何かというふうに考えてみたら、これ全部ユダヤ資本なんですよ。アメリカの場合100%。 まあ、ロックフェラー系とかあロスチャイルド系とかいろいろありますがどっちしてもですねユダヤションであることに違いないわけですねじゃあ日本はどうかというと政府が55%日銀の株を持ってるこれは世界で珍しい話なんですがじゃあ残りの、うん 45%は誰が持ってるんですかとこういう話になるんですねこれは明らかにされてないわけですね明ら,明らかにされてないなら地震ができた時誰が金を出したかということを調べれば一目瞭然ですねユダヤ資本ですよということでですね、えー、今現在世界で起こっていることは全て債権、えー、者であるユダヤ資本をますます強くし えー、その世界の支配力を増強させてんだなんていう説がですね、えー、出てくるわけなんですよ、まあ、あ私はどうなのかと聞かれますとね、えー、まさに返答に困るわけですが、そんなことは人口であろうと自然であろうと、ですね大事なことは明日より日本人が、あるいは世界の人が幸せになると。 いうことが大事なんで犯人が誰だとかどうのこうのうということではないと思いますねですから私はむしろこういう環境の中であって人が幸せになるにはどうしたらいいかということを考えてるわけですねえじゃあどういうことですかっ,て言ったら一番大事なことはですね、えー、皆さん方が今日より明日明日よりもあさって金持ちになったらいいんじゃないですか金持ちになればそれだけ自由が増えるわけですよ ですからあいろんな形の税金が襲いかかってきてもですね、えー、払えばいいし払って、えー、十分残ればいいんじゃないですかということでですね、えー、私はあどうしたら <laughs> 皆さんがですね、えー、より金持ちになれるかなんてことばっかり考えておりますがどううでしょうかね <laughs> はい増田先生どうもありがとうございました。ははいこの番組では 俊夫先生の質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。松田俊夫の逆手で勝つ日本復興のためにでした。